ジャック・カルティエは、フランス・ブルターニュ地方産マロ出身のブルトン人、探検家、北米への侵略者、セントローレンス湾とセントローレンス川義士に、ヨーロッパ出身者として初めて到達し、色恋族の言葉からその周辺の土地を、カナダと名付け記述したことで知られる。北米大陸へ3度の探検を行い、プリンス・エドワード島や、セントローレンス河口に到達、現在のケベックに上陸し、 後のフランスによるカナダ領有の基礎を築いた。カルティエは1491年にブルターニュ公国の北西にある港町サンマロで生まれた。腕のいい航海者だったカルティエは1520年にこの地の指導層の一族であるメアリー・キャサリンです。グランチェスと結婚することで社会的地位を向上させた。サンマロでの彼の黎名は名屋や商人として 先例の記録の中に頻繁に登場することからも伺い知ることができる。カルティエは各地に航海を繰り返し、その中にはブラジルや1497年にジョン・カボットによって発見された後世界有数の工業場としてフランスの漁民が群がるようになったニューファンドランドも含まれていた。第一次航海の航路1532年に ウルターニュ公国がフランスとの連合を行ってから2年後の1534年、カルティエはサンマロ司教にして、モンサン、ミシェル修道委員長である、ジーン・レビナーによって、フランス国王フランソワ一世に紹介された。フランスは一世は北アメリカ大陸の北側を抜けて、アジアへと抜ける、いわゆる北西航路の探索に力を入れており、すでに1524年には、ジョバンニダ・ベラッツァーの、 北アメリカ大陸に派遣し、現在のサウスカロライナ州からニューファンドランドまでの海岸を探索させていた。しかしこの探検においては目立った発見がなかったため、フランソワ一世はその北側の地域の探索をカルティエに命じた。最初の探検業は、フランス国王フランソワ一世の命により、1534年4月に2隻の船でサンマロを出港。まず、 ニューファンドランド島の北東部を航海し、ラブラドール半島とニューファンドランドの間にあるベルアイル海峡を抜けて、ニューファンドランドの北西部を探索。そこから、さらに南西へと航海を続け、マドレーヌ諸島を経由して、セントローレンス湾を横断し、プリムスエドワード島を発見。ここから北へと展示、7月にはガスペ半島の東端に到達し、ここに十字架を立てて、 ヌーベルフランスと名付け、この地のフランス領有を宣言した。その後セントローレンス湾の付近を探検し、この地方の色い族の主張どんな子なの二人の息子どマがやとタイニワニを捕らえ、フランスに連行した。その後、セントローレンス湾の境内部を縦断したアンティコスティ、島を発見し、ラブラドール半島の南岸に沿ってベルアイル海峡を抜け、1534年9月にフランスへと帰国した。 第二次航海の航路、第二回の探検業は1535年5月13日、三隻の船と110人の乗組員で行われ、どんな粉の二人の息子も同行した。今回の探検においては、前年探検し、残したセントローレンス湾の西端部へ直行し、9月7日には、セントローレンス湾の西奥部にある、色イ族の村落、スタダ粉に到達し、どんな粉と返した。なお、 カルティエは、スタダコナとその周辺の土地や川をカナダと呼んでいる。カルティエとイロコイ族の関係は良好であり、カルティエは、どんなコナの家でタバコを振る舞われた。またさらに北にあるという黄金の地サグネ王国について知った。スタダコナには大きな河川が流れ込んでおり、カルティエはこの河川こそが北西航路であると信じて、遡って、さらに上流へと向かうことに決めた。 セントローレンス川を遡った一行は、色恋族の要塞村落をお修羅川へ到達、そこにある山をモンロワイアルと名付けた。現在のモントリオールは、この山の名前に由来する。しかしお修羅川の上流には、急流があり、それ以上川を遡るのは、不可能であった。カルティエはこの急流を中国への道を阻むものだと、考え、ここらしいぬぜと名付けた。 10月11日にはスタダコナへと戻ったが、フランスに戻るには、すでに寒くなりすぎていたため、カルティエはスタダコナで越冬し、翌年5月まで過ごした。この越冬時には、カルティエは次回の航海で連れ帰る約束で、主張ドンナコナの息子2人を含む10人の先住民を同行し5月にフランスへ向け出版した。キロはガスペ半島からマドレーヌ諸島、 ケープ・ブレトン島北側を通過し、ニューファンドランド島南岸を航海するルートを取った。この時、サンピエール島、ミクロン島に上陸している。その後は北アメリカ大陸を離れ、1536年7月、カルティエはサンマロに帰還した。サグネ王国にあるという黄金鏡の話は、フランスは一世を刺激し、今回は北西航路の探索ではなく、 黄金鏡の探索と植民地の建設を目指して3回目の探検が行われることとなった。第3回の探検業は1541年5月23日にサンマルを出版し、1500人の開拓移民に先行する形で行われた。スタダコナに到着したカルティエは、どんなコナが3年前、1539年に死去していたことを知った。カルティエは、 サグネを探そうと試みたが、オシュラがより北に至ることはなく、また、皇族の移民団を待ったが現れず、カナダで厳しい冬を越した後、翌年フランスに戻った。この三度の航海の後、カルティエがカナダを訪れることはなく、彼はサンマロとその近郊の自らの辞書で、残りの人生の多くを過ごした。カルティエはおそらくチフスであろう。伝染病によって1557年9月1日、 65歳でサンマロで死去したカルティエの探検後彼の探検した地域にフランス人が入植することはしばらくの間なかったものの彼の探検によってこの地域に毛皮が多く産出されることが知られるようになりフランス人の商人がこの地域へと訪れるようになった五百八十年頃にはフランスの公益会社がこの地域を訪れるようになりセントローレンス川を遡って 現在のモントリオールまでの間に、いくつか公益所を設置するようになった。こうした動きを基盤として、1608年に、フランス国王アンリ・ヨ世は、ドモン教、ピエール・ドゥグアト・サミュエル・ド・サンプランを支援して、セントローレンス川の河口にこの地域発の高級植民地であるケベックシティを建設させた。この植民地は、右与曲折はあったもののセントローレンス川から内陸へと進出し、 五大湖からミシシッピ川を通って、メキシコ湾にまで至る広大なヌーベルフランス植民地へと成長した。以後1763年のパリ条約によって、ヌーベルフランスがスペインとイギリスに割上されるまでの150年以上の間、フランスは北アメリカ大陸の北部から中央部にかけて広大な植民地を保持することとなった。この植民地のほとんどは、 イギリス系の人々によって飲み込まれていったものの、カルティエが探検始発の植民拠点が置かれた、ケベック州のみは例外であり、フランス系のケベック人が多数を占める地域となっている。ケベック人にとってはカルティエは、植民地の階層の一人であり、モントリオールの旧港にある、ジャック・カルティエ広場をはじめ、ケベックを流れるジャック・カルティエ川やモントリオールに架か,かる、ジャック・カルティエ橋など、いくつかの建造物に、 彼の名が付けられている。宣例証明書は見つかっていないが、カルティエは少なくとも3通の手紙で、彼の年齢を記している。シーマルセル・トルドル、イスト・ワール・デラ・ヌーベル、フランス、ヒーデス、ボリューム1、P68、アラン・アクセル・ロット、エーザ・ベージ・エンパイア、トラパース、トレイダーズ、トライブス、アンド・ザ・ウォーズ・ザット・メイド・アメリカ、マクミラン、2011、P30 ビー。 HPA コレクションオブドキュメンツラレイティング2ジャック・カルティザ・スワーデ・ローバーバルオッタはパブリック・アーカイブス・オブ・カナダオーバー20バプテザムズ・サイテッド、世界探検全死ゲ・感動の発見者アタチピ P79 フェリペ・フェルナンデスアルメスト・著、関口敦史役青二社2009年10月15日第一冊発行オルフォードコーネリアス theinsurance c ア h t t p スラッシ https://books.google.com/books クスイコールリューホッカジー l p g p a 2 7 7パークスカナダカルティエブラバーフナショナルヒストリックサイトオブカナダナチュラルワンダーズカルチュラルトレジャーズジャック・カルティエエクスプローラーナビゲーター pc gc カリフォルニア2007年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年3月13日閲覧アリステアクックのアメリカ誌 P70 アリステアクック著鈴木健二、桜井元親区 NHK ブックス1994年12月25日第1冊発行ありがとうございます